設計図を出せ、イーサン。ラジャー、送ります。修理や補強をするためにドックに入ってる SDF の船です。使えそうな船を割り出せるか。はい、ジャンプ可能な船があります。よし、それに乗ろう。大丈夫に着いてからはどうする。待ち伏せされてるぞ。確かにこのエレベーターが唯一の経路ですから。俺たちは追跡されてるんだ。最上部に着く前に緊急ロックを作動させます。ブーストレグを使って外から行くぞ。待ち伏せの待ち伏せか。敵を倒せば上に行ける。分かった、ソルト、チーフ、一緒に来い。ブルックス、イーサン、俺たちがしくじったら上に行って片っ端から始末しろ。イーサンがあの船を飛ばせる。了解、チーフさん。最上部で合流だ。やってやりましょう。ここで止めろ。ラージャ、捕まって。相手の気をつける状態を維持する必要がある。ここは次よ。相手の気をつける状態を維持する必要がある。ここは大丈夫だ。そうなら気づかれば逃げるか。エリアに敵。つまり味方の部隊は優勢ってことだ。彼らを助けるためにアンチャーを止められるか見てみましょう。ソルト、爆薬を持ってたな。ほら、これだ。ポッドを開けます。諦めてください。チーフ、マック、やめろ。マック、なぜあんなことを。俺たちが進めるようにしてくれたんだ。みんな俺たちに期待してる。そうだな。襲撃を阻止しに行くぞ。シャトルステーションだ。奴らを片付けるぞ。相手を頼む。全員戻ってください。お前、敵を防げるのか。
げて、あの船に乗ろう。ラジャー、入れてください、キャプテン。どうも。チーフはどこだ。ダメだったよ。もう行くぞ。クリア。オールクリア。A さん、どの船だ。すぐそこに。駆逐艦だな。兵装も満載です。使えるのか。脱出にか。いや、ここを破壊する。攻撃はできません。武器システムが機能しない。係留を解いたら行くだけだから武器なんていらないだろう。兵装長、船の兵装を使えるか。ファイヤーコントロールからなら。それはどこにある。コマンドセンターです。シャトルで行けます。誰がやるんだ。俺だ。船には戻れないぞ。ここで待っていたら攻撃される。待たなくていい。キャプテン、どうやって戻るんですか。誰も戻らない。それと、あの船に乗り込んでここを潰せ。SDF にやられる前に最大限のダメージを与えろ。どちらも任せろ。造船所を攻撃して脱出する。時間がない。やれるさ。何としてもやり遂げてくれ。任務を果たせ。全員分かったか。クルーが必要ですね。戦い続けよう。ブルックス、連れて行け。 E さんは一緒に来い。ダメです。キャプテンがコマンドセンターに行く手助けをします。ったく、お前たちはここで死ぬって知ってたのか。いや、マックは知ってた。まあ、地獄でまた会おう。任せとけ。よし諸君、先に進もう。幸運を。なあ、イーサン。敵のネットワークに入ります。そちらを確認しました。敵の位置はどうだ。さあ、そちらも確認済みです。これは自殺行為だ。折れないこともあるさ。そうとは限らない。ここが目的地です。危険はなさそうですね。なあ、ヤンクションルーム、役立つ物資がたっぷりあるはずです。最後の盗みってわけか。さあ、残念ながら。準備よし。どこに向かう。前方に向かう廊下へ。戦闘準備を。了解。敵のエアシップがそちらのセクターに向かってる。了解、用心する。アウト。キャプテン、出口にお客さんです。破壁物ないぞ。何とかしましょう。Thank you.
行き止まりだ、イーサン。シャフトを使ってください。左上です。了解した。エイが前へと立てこもってる。攻撃されてるんだ。了解。できるだけ早く移動して奴らを抑える。ありがとう、相棒。こんな状況にもかかわらず、私は楽しんでいます。俺もだ。ここはクリアだ、イーサン。さあ、見事な射撃です。ファイヤーコントロールに向かうため、エレベーターに乗ってください。もうすぐです。了解。弾薬庫の前を通るはずです。なあ、大した武器庫だ。敵が乗り込んでくる。エース、こっちは振動車が出てる。ガンがなくなるぞ。イーサン、敵が少佐の駆逐艦に乗り込んだぞ。さあ、今すぐファイヤーコントロールの入り口は正面です。スイッチします。中は武装した兵士が。ラジャー、の前にいる。お前は経理を解いてくれ。俺はファイヤーコントロールを起動する。さあ、セットデフがスイッチをシャットダウンしました。ここから伝達を吹き飛ばして経理を解けますが、あなたの手助けが必要なんです。そっちに向かう。時間がありません。コアへの干渉で私のプロセッサーは停止するでしょう。私のシステムをハックして私の体を操ってください。ハッキング装置を使うんです。そちらまでの通信状態は良好です。よし、入った。妙な気分だな。普通ではありえませんから。これからどうするんだ。配電室があります。パイプに沿って進んでください。ヒューズを抜いて回路に過負荷をかけ、船のロックの伝達を溶かします。ミサ、なぜ俺の手が必要なんだ。コアは電磁石です。ショックで私のプロセッサーがやられるかもしれない。動き続けるために助けが必要なんです。私を配電室に入れてもらえば時間内にオーバーロードできます。さあ、私のシャーシならもっと高温でも耐えられます。進んでください。コアルームはすぐ先です。どうするんだ。壁に誘導コイルがあるのが。キャプテン、コンデンサーを引き抜いてください。
ロードしているようだ。早くここを出よう。いいえ、コアはまだ持ちこたえています。自爆するには爆薬が必要です。私が自爆します。爆発によってコアに点火するでしょう。それで連鎖反応が引き起こされ、軽流装置も爆発されます。他の方法があるはずだ。残念ながら。だって迷うのは分かりますが、私の心は決まっています。グッドラック、レイヤー。さあ、光栄です。こちらこそ光栄だ、メタルは。レイヤー、こちらは動ける。ファイヤーコントロールを起動しろ。ファイヤーコントロールをセット。操縦を頼む。了解、ファイヤーコントロール。ターゲットをマークした。指示した位置に撃て。レイヤー、急いでそこを離れろ。ここを撃て、ソルダー。そんなことはできない、ニック。ノーラ、任務をやり遂げろ。命令だ。攻撃開始。ベースステーション、攻撃を許可する。二人の将校は危険が迫っていることを知りながらも、多大なる犠牲をものともせず、職務に対する揺るぎない献身とともに攻撃を計画し実行した。レイエス中佐とソルター少佐は彼ら自身とクルーの命を差し出し、火力で上回る相手に接近戦を挑んだ。この作戦によって敵はほとんどの船を失い、セトルメントディフェンスフロントの造船所は破壊された。勝を示すものだった。死者を安らかに。親愛なる我が妻オリビアと娘のニスリンへ。これを読んでいるなら俺は家に戻れなかったのだろう。俺の人生は短かったが、数えきれないほどの幸福があった。申し分ない女性と結婚した。もうすぐ娘も生まれる。それ以上望んでは身勝手だろう。
愛してるよ、オリビア。君は素晴らしい母親になるだろう。赤ん坊をこの世に迎え、俺の代わりに彼女を大切にしてくれ。パパのことも思い出させてくれよ。幸せになるために必要なことは恐れずにやってほしい。ニスリン、いや、パパは君が生まれる前にこの旅に出てしまったんだ。ママのお腹で鼓動を聞いたよ。動いてるのを感じた。抱きしめたかった。パパは世の中を良くしたかったんだ。だからパパとママは君を産んだんだよ。パパのことをお祈りして毎日一ついいことをするように。元気でな、みんな。ビクター。さあ、あなたはおそらく帰還できないであろう命令を下しました。あなたはすべきことをしたまでです。誇りに思っています。史上最悪の人も言える今日、こんなことを言うのを許していただきたいですが、私にとっては人生で最も素晴らしい日でした。あなたがこれを読むことはないでしょうが、他に送るべき相手がいません。タイタンで私たちは兄弟だと言ってくれましたね。家族とは何なのか、私は常々知りたいと思っていました。今はそれがわかります。兵士の評価は最後に行ったミッション次第だとレインズ艦隊長は言いました。私たちの場合、マジで最高だと確信を持って言えますね。錆びつくよりも燃え尽きる方がいいですから。メタルはアウト。あなたのハンサムな兄弟、イーサン。最愛の妻サラ、息子のノア、娘のアビーへ。これを読んでいるなら、俺は間違いなく正義のために死んでいるだろう。戦争の代償は一つの命より高くつく。俺は仲間と家族を守るために喜んで自分の命を捧げよう。アビー、お前は俺の宝物だ。うちに帰る約束を守れなくてすまない。お前の存在がいつも俺に力を与えてくれた。お前はいつまでもパパの可愛い娘だ。ノア、お前は俺の奇跡の息子だ。誠実な男になれ。約束を守れ。暴力は最後の手段として取っておけ。これからはお前が一家の主だ。ママと妹を頼んだよ。最愛の子供たち、この手紙は私が死んだ時にだけ使われるから、悲しいかもしれないけど、そんな風には読まないで。素晴らしい息子たちへの情熱と海軍への献身は、私にとっていつも人生の最優先事項だった。仕事は好きだったけど、戦争は嫌いだった。邪悪な力から世界を守ることは大きすぎる目標で、私の船や仲間は比べ物にならない勇気と向き合っている。でも私が毎日こっそり取り組んでいた任務は、あらゆるものから二人を守ることだった。どうかお互いの面倒を見て精一杯生きていくと約束して。この戦争が勝利に終わり、あなたたちが暴力や残虐な行為に悩まされることなく、自由に望む道を求め続けていけると信じてる。心からの愛を込めて、ママより。人生で会ったこともない父親に息子はどう挨拶するものでしょうか。やあ父さんと、私から話しかけるべきでしょうね。ワシントンの人事部でようやくあなたの住所を突き止めました。関係を証明するのに出生証明書を使わないといけませんでしたよ。あなたの足跡を追ったことを知ってもらいたい。私は海軍に入りました。満足してくれると思いましたし、お互い会うことがあれば話すことが増えたでしょう。狙撃兵になるためにスナイパースクールに行きましたが、数年で考えが変わってインストラクターになりました。今は UNSA の空母リトリビューションに配属されています。母は今年亡くなりました。
出発直前に実家に帰り、あなたの勇敢さをたたえた銀星章のついた箱を見つけました。母はずっと持っていたんです。俺が海軍兵学校ではフットボールチームのディフェンシブエンドで円盤投げの校内記録を作ったなんて信じられるでしょうか。あなたもフットボールをしていたと母に聞きました。あなたがまだテネシーで暮らしていると知っていればね、立ち寄ったことでしょう。ビールを飲みながら話せたかもしれません。あなたがいなくなったことを許します。この手紙を読んで怒っていないといいですが、この世に連れてきてくれてありがとう。立派な男になるよう頑張りました。メイナード・グリフィン。親愛なるアンドリューへ。今はフリートウィーク。家に戻ったけど、あなたがいないと家じゃない。私にはあらゆる女性が羨む人生の意味を深めてくれる夫がいる。あなたはハンサムな夫だった。優しくて楽しくて強い。私は失敗より成功を求め、何より優れていることを求めた。私の場合、この階級に就かせた内なる意欲が結婚、そして生涯の伴侶や家族を持つ機会をダメにした。あなたの目の輝きに、その声の響きに、そしてその心の真実に感謝している。一緒にいられてよかった。変わらぬ愛を込めて、ローラ。マルタ、海軍での生活は全てを遠距離恋愛にしてしまった。私の愛するものはすべて遠く離れていってしまう。我が家にペット、それにあなたも。私は自分に問題がないことを確かめるため、あの歌を何度も何度も口ずさんでいる。これだけ離れていても、毎晩あなたの隣でそうしていたように、そうして私は眠りに落ちていく。簡単なことじゃないのはわかっているけど、私や私たちのために泣かないで。あなたは、私が夢見たすべて、あなたのことを思うと私の鼓動は高鳴り、つい微笑んでしまう。そう、私は幸せ。あなたがいるから。永遠の愛を込めて、イエティディ。父さん、母さん、俺が海兵隊に入った時、大義のための戦いに人生を捧げる覚悟はできてると言った。何らかの理由で俺が家に戻らない場合は、それが現実になったということだ。俺が勇敢な行為で死に、二人も満足してくれていることを願っている。ここの連中と親しくならないでおこうと誓ったけど、それは無理だ。恐怖はなかったけど、ホームシックだった。母さん、昨日の夜はディナーを作ってもらって、みんなで一緒にテーブルを囲んでいる夢を見たよ。ジョイスおばさんによろしく。愛してると伝えておいてくれ。ここのみんなには父親と母親がいるが、父さんと母さんには一人の息子しかいない。帰れなくてごめん。ベイリーに思い切りキスしてやって、俺の新しいテニスボールをあげてくれ。常に忠実であれ、あなたたちの愛しい息子トット。Thank you.